この動画はドラウジョー様が適当に録画したものを投稿しているだけです。過度な期待はしないでください。なお、アレシコメントやコメディッターはユーザーブロックするので、マナーを守ってご覧ください。それが守れない方はブラウザーバックを推奨します。あと、チャンネル登録しやがってください。下の URL から関連のウェブサイトへ移動しますので、そちらもよろしくお願いします。はい、じゃあ続きです。ねえ、そんなに難しい顔しないで教えてくださらない？うん、よかろう。何を知りたいのかね。ウェアブルタワー中央管理室のそこのセキュリティはどこのコントロールルームが管理してるのかしら。3階か。リロード。目の前に、お、これ片っ端化していく。女にはできないと思うけどね。ん？藤子人形。あ、しまった。ここじゃないのかな。違う。あ。リロード長い。こっち見てんだけど。アクション。申し訳ないね。この部屋は特定の社員しか入れないんだ。よきちねー。申し訳ないね。無理。よし。あら、嬉しいわ。最近、オカマボイスも、サボり口調になってきたな。聞きました？打ち合わせがあるそうですよ。打ち合わせ？ええ、何でも副所長が端末のパスワードを変更したいとか。またか。たく、ルシンが入るたびにこれだよ。パスワードか。それは聞いておきたい話ね。ねえ、打ち合わせについていつもどこで行っているのかしら。はい、この階の会議室です。ありがとう。こんちくしょう。待ってね、使ってみた。お、一発か、ラッキー。カメラか。カメラルーム。うふふ、こんにちは。こんにちは。僕でよければ何でも協力させてください。じゃあ嬉しいわ、早速。ゲーブルタワー中央管理局のセキュリティを解除して。はい、喜んで。で、パスワードをどうぞ。パスワードがいるの？はい、あれ知りませんでしたか？確認してくるわ。なるほど。お、びっくりした。ここが？いや、手の位置欲しいって。多分シャドウかけるのかな。シャドウ。あ。
動かない。あれ、よし、あ、しまった、写真撮った。出ればいいのかな。あら、早速誰かがやってきたみたいね。引き継ぎがうまくなくて申し訳ありません。いや、しょうがないよ。前任者は逃げたんだろ。腹いせにスイッチを壊したって聞いたし。面目ありません。で、パスワードは分かったかよ。ええ、クリストファーでした。綴りは CHRISTOPHER です。よーし、ちょっと待って。はい、 C、 あ、自分で入力しなくてよかったのか。ルパン、セキュリティを解除したわ。ん？スイッチか。あった。よし、あれ、真ん中にキューブ。よし、やはりエレベーターでしたっけ。さて、今度はこっちから出るかあ、つながった、うん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 、またか。よし、あ、装備が解除されてる。お疲れ様、あなたに聞きたいことがあるの。何かね、何でも聞いてくれたまえ。ゲーブルタワーの直通エレベーターはどのコントロールルームが管理しているのかしら。よくぞ聞いてくれた。あれは5階で管理されているのだよ。ありがとう。もう用なしよ。ふぅ、あ、ミスった。やば。よし、ちょっと4階を初めてだから調べ尽くしていきたいと思います。あ、ひどい目にあったわ。この部屋、長い間使われてなくて、久しぶりに入ったら、埃と汚れていっぱい。やだ、そんなところ入りたくないわ。パンツ見えるかな。見えなかった。あ、
はい。ああ。ああ。すみません。見るな。変態こっち見ないで。5階に着いたわ。ゲーブルタワーの直通エレベーター、そのセキュリティセンス操作がここでできるはずよ。むにゅ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 、お願い、ゲーブルタワーの直通エレベーターを動かして。あ、申し訳ない、この部屋はできないんだ。残念。どこでだったらできるの？それが一般会員には知らされていなくて。いや待てよ、もしかしたら何かご存知なの？この部屋に入ることができない部屋があるんだ。できるとしたらその部屋くらいしかないかな。でもあの部屋に幽霊の噂が。幽霊？他の社員たちがそう騒いでるんだ。うん、ありがとう。じゃあな。寝てる。開かずの部屋と幽霊、何か関係がありそうだわ。ここだったら噂話を聞くそうね。でん。誰かがやってきたみたいね。このコントロールセンターに幽霊がいるとかっていう噂知ってるか？ああ、聞いたことある。誰もいないのに誰かがいるような気配があったり。そうそう、あと1階の管理室に人がいるはずなのになかったりとかさ。コンピューターを扱ってる会社ほどそういう噂があったりしてな。そうだな。あ、そろそろ帰らね。ああ、そうだな。うん、一階がなんたらかんたら。あ、そう。え？あ、どうも。申し訳ありません。ここ今主任が使用中でして。なぜか僕に見張りをやっているわけですけど、誰も部屋に通すなときつく言われているんです。むにゅ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 、はい、胸が苦しくて早く着替えたいの。中に入れてもらえないかしら。それ、あ、はい、ありがとう。ガチャリコ、ちょっと何です、カンタ。ここに誰も通さないように言われてた。あ、だって、あら、ごめんなさい、あんたに内緒の話をっての。少し前に怪しい男が潜入したそうね。その時我が社の機密情報を漏らした人間がいるとか。何が目的なの？そうね、5階に隠された部屋、その入り方が知りたいの。なぜあの部屋のことを？あなたはまさかあの男の仲間？さあどうかしら。ふふふふふふ。1階に秘密のエレベーターがあるわ。管理室の端末にパスワードを入力すると壁が開く仕組みよ。く、藤子。おう、これはね、メモしておかないとダメだな。マッキー、マッキー、 B I P F NO。 どこだった？管理室。どこだったっけ、管理室って。ここでいいのかな。
よし。あ、よしよしよし。お。お。下にレールもないのに開いたぜ。そろそろ終わるかな？あ？終わるかな？ここにセーブポイントあったら終わろうと。ない。アリサ、アリサ、なんだっけ名前。ジョンソンの令嬢が開発室で何を。アリサ。で、名前なんだったっけあの人。違う。返してあなた、はい、私のことでしょうか。お願い。ルパン、直通エレベーター動かさせる。うれうれあっ、111回、俺相当疲れてるな。読めなくなってきた。よし、おっと、セイント？物騒な研究してやがんな。何がキングオブセキュリティだ。よし、あれさっきこれ霊場いなかった。あ、ここだったのか。セイントってなんだ。セイント、ルパン、新しい情報をつかんだわ。公開日誌はジョンソン号の展示室にあるらしいの。ただし展示室に入るには特殊な鍵が必要みたい。ところで今どこにいるって。110回、そう、ちょうどよかった。10回、えいえい。セーブポイントない。ない。よいしょ。誰もいないのかな。お、怪しい。ずらっと並べられた絵画、どうも不自然だ。藤子の言っていた特殊な鍵と何か関係あるかもな。
うわぁ。我々の狙いはカードキーだ。引き下がるなら危害は加えない。あいにく天気予報と悪党の言葉は信じない主義でね。戦いか。ちくしょう。ちくしょう。はあ、もう来るんじゃねえぞ。どうなってるんだ。組織みてえな連中は出てくるし、物騒な実験やってやがるし。エヴァ逮捕だ。ひよこひよこ。油断した油断した。普通に来ますよ。よいしょ。早い、めっちゃ早い。これご用だご用だ。もう調べる暇はないな。足早いな。それにしても早く痛てぇ。さっきアイドボックス入手しなかったら死んでた。ゲームバンになってた。いいのかな。よし、もうダッシュしていこう。ラッキーラッキー。ご視聴ありがとうございました。次回お会いしましょう。